深谷さん、青龍賞のメンバーが決まりまして、はい、まあ、難関が神奈川の3人と深谷さんということ、そうですね、はい、並びはどうなりましたか。まあ、期待先頭に自分が番手で、はい、で軍事まくるという並びになったので、うん、まあ、もちろんその難関一つというところと、うん、深谷さんがそこで番手になるというところ、どういった、まあ、考えや思いありますか。まあ、自分も本当どこでもっていう気持ちもありましたし、はい、まあ、先頭でもいいし、うん、4番、3番と4番手でも、うん、っていう中で、まあ、みんなの気持ちのバランスというか、うん、まあ、その中でその番手という形になりました、うん、今本当にこのメンバーの中でやっぱり深谷さんをやっぱりその尊重するというか、例えば、うん、やっぱり別もみんなは嫌だなという感じでした。うん、まあそうですね、なるべく固まる、うん、まあ、固まりたいというかまとまりたいというのはいつでもあるので、うん、まあ、その中で今まで神奈川の記念でということが多かったので、はい、まあ、そういうのでもないですし、うん、まあ、その今後多分こういうレースも増えてくる、うん、まあ、それも含めて、まあ、いろんな形を探る中の一つではあるかなと思います。本当に G1 で難関がどうやっていくかを、うんうん、そうですね、まあ、その中でみんな各々の役割を果たせればいいと思います。今回そのご自身のコメントとしてはそのまだ欲がないというかそんな感じですけど、まあ、自信持てる仕上がりではないですけど、うん、まあ、ラインの助けもあって走れているので、うん、まあ、それも含めてこう走っていきたいなと思います。確かにその調子だけじゃなくて勝ち上がりの流れとかラインでというのが競輪の、うん、難しさと面白さが、まあ、そうですね、うん、それをしっかり味方につけれるように頑張りたいと思います。はい、別姓も新山さん松井さんといいますが難関4人で、そうですね、かなり厳しいレースになると思います、うん、頑張りたいと思います。頑張りましょう。はい、ありがとうございました。